はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。まもなく6時半になろうとしていますね。4月は26日の水曜日でございまして、ドルゴンどうだったでしょうね。ドルゴンね、うにゃうにゃしてますね。うにゃうにゃうにゃ、1336.93 と、まあ、そろそろ夜の部でございますから、夜の部動きそうな気配ですね。昨日も夜の部でちょっと押されたりしましたもんね。頑張らなあかんや。結局それであれ動かへん。なぜか夕方だとねパソコンが動きにくくなるんですよ。ねちょっとすいませんね、あれ動かへんやもう。で、鈴木宗男さんの話です。維新ですね。今は維新、娘さんが高子さんで衆議院議員で自民党ですね。でご本人は自民党に入れてもらえなくて、戻してもらえなくてですね、維新でですね、議席を、参議院の議席を得てますね。北海道選挙区で、参議院で議席を得てると。日経平均は203円安で終わって、で結局ドル円も動いてませんね。 133.479、はい、はい、ちょっと香港ハンセンを最後押されてプラス139で終わりましたね。まだ明日明後日があります。さてその維新、G.com にこんなのが出ました。16時56分といいますか、まあ、1時間半ぐらい前ですね。維新鈴木宗男氏、来月の訪露検討、参院は渡航許可と。まあ、国会で終了します。あれちょっと待って。まだ終わらへんやん。6月まで終わらへん。来月やろ、まだ国会やってるやん。国会放っていくんかいね、お前は。まあ、いいけど別に。こんな一匹おったとおらんでも関係ないですからね。日本維新の会、鈴木宗男参院議員は、26日、ウクライナに侵攻したロシアへの5月初旬の訪問を検討していることを明らかにした。ただ維新執行部は慎重な対応を求めており、鈴木氏はまだ白紙だと述べた。国会内で記者団の取材に応じた。多分行くでしょうねこいつ。ウクライナ侵攻を受け、政府はロシア全土に渡航中止勧告をしている。一方参院議員運営委員会は26日の理事会で5月3から7日の日程で鈴木氏のロシアへの渡航を許可した。維新の藤田文武幹事長は会見で、国益にマイナスにならないか鈴木氏は総合的に考えて判断いただきたいと述べたということですね。鈴木宗男さんっていうのはですね、最近参院議員になりましたけども、刑務所から出てきて5年間は公民権停止だったんですね。その5年を経てですね、この5年ぐらい前の選挙で参院議員になられたような、4年前かな、なられたようなイメージがありますけども、刑務所に行かれたのはですね、佐藤勝さん、文筆家の、あの方とセットなんですね。ほんで、まあ、ようわからん、あれはようわからん犯罪ですね。というか、犯罪ちゃうやろと僕は思いますけどね。はめられたんやと思います。ちょっとなんて言いますかね、対ロシア外交をですね、外務省を脇にのけといてですね、勝手にやってたという感じがしますね。で、それで外務省側がですね、あんな勝手にやらせたらあかんということで、ですね、まあ、罠にかけられたという感じがします。それで、結局有罪で確定してお二人方とも服役をされて出てこられました。で佐藤勝様の通りの大活躍でございまして、宗さんもですね5年間の公民権停止で、その後参議院、まあね自民党から出たかったんでしょうけども、ちょっとねその前に新党第一とか言って出てましたね。なんかね、刑務所入ってる間は高子さんが当選なさいましたね。参議院議員か衆議院議員、参議院やってて衆議院だったかな。まあそれはいいんですけど、いまだに要はですねこの鈴木宗男さんも佐藤勝さんもロシアにパイプがあるんですね。でこれ彼通訳に佐藤勝さん連れて行きたいところでしょうけど、佐藤のおっちゃんね
デブデブなったはいいんですけど、なんか病気して入院したりちゃうでしょ、ちょっと無理なんちゃうんかなという気がします。一緒にってことなんかこう動けそうな感じですけど、で、佐藤さんもロシアに対しては慎重な物言いをしてますよね最近。でこの鈴木宗男さんはあからさまにですねロシアの肩を持つような発言して貧縮買いまくってるでしょ。多分次の選挙落ちるんちゃうかなと思うんですけどあのもうちょっとね、もうちょっと慎んだらええのに、それかもうこれ都市なんでもう次の選挙は落ちてもええねんぐらいの思ってるのかもしれませんけどね、もうちょっとお前そのなんて国民の気持ちを逆なでするようなことをわざわざ言わんでええやないかあんたという思うんだけど、それを言うとあります。でたびたびメディアに取り上げられて、あのまあねまあ容量の悪さは昔からですねこのおっさんももうじいさんか。でもしかしたらね、プーチンに会えるかもわからんのですよ。あのプーチンからすると日本との対話の窓口がないわけなんですね。でこいつでも来たらですね、昔から知ってる中ですから、あの多分昔会ったことあるはずなんですよ。なんで会いたい会いたい会いたいと言えば、あの長いテーブル向こうでですね会わせてくれる可能性があります。ただしこの鈴木宗男という今このじいさんね、もう今は日本政府とは遠いんですよ。もう外務省とは経営の中でしょうし、そうするとですね、プーチンから何かですね、あのことづかってもですね、それをうまく政府に伝えられるのか、あるいはその逆にですね、あの記者の密使になれるのかってのはならないでしょうね。単純にこいつ勝手に行くっていうだけでしょうね。記者と仲がいいとはとても思えない。同じ時期に衆議院議員であったはずですけどね、最初の 10年ぐらいは一緒やってた気がしますけど、タイプ違いますからね、なんでだから勝手に行くしかないでしょうね。勝手に行く、勝手に行って、もしプーチンに会えたらですね、プーチンの意向をなんか勝手に持って帰ってきて、政府に言うても聞いてくれへんからですね、民間でベラ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 喋るっていうそのパターンかもしれません。それは分かりません。なんせウクライナ始まってからもし会えたらですね、プーチンに会った初めての日本人ということになりますから、でこの持ち前のですね、この粘り強さを持ってですね、プーチン説得せよとほんまに説得せよ説得説得しきったら大したもんでしょうけどね。あのプーチンに会えるか可能性は多分 10% ぐらいです。説得会えたとしてですね、説得できる可能性はですね、コンマ 1% ぐらいです、まあでもあれ西側の人間、西側の議員でも一人もいい日んちゃうかな、ウクライナ始まってから。あのベラルーシとかね、習近平とかね、その辺を持てますけどね。あるいはあのあれとかですね、あのまあワンイーとかね、中国の、まあ、プーチンと持てますけど、西側の政治家でプーチンと会ったっていないんちゃうかな。仮に会えたらね、さっき言ったように会える確率は 10% ですよ。でそれ説得できる可能性は 0.1% ですよなんでまあ方法無理っぽいんですけど、でもあれやんか、最後の花探さなあかん、そんな、ただこのロシアの味方して、ね、世間からソース感食ったままこの世の中を去ったらあかん、ね、やっぱしね、ここは一発あれ一発でも当てなあかんね、一発でもせやし、プーチン一生懸命説得しなあかん、ね、そう、まあ、行くこと自体はええと思うんですよ。日本の国益、だってこの人、日本国を代表できませんから、一野党議員ですから、日本の国益を損なうようなことはですね、ないとは思いますけど、ただまあ、一生懸命余計なこと言うてくるでしょうね、プーチン頑張ってね、頑張ってね、俺応援してるし、みたいなことはですね、言うんちゃうかなと思いますけど、それはもう、こいつの個人のね、個人の意思ですから、日本国政府も日本国民を代表しませんし、まあ、それはしゃあないなという感じはします。まあ、おもろい土産話もあってんで、という、そのレベルでございますね。
ね、まあ行ったらええやんほんまに、あの佐藤勝さんもね元気ならね一緒に行ってあげたらいいのにねと思いますけどね、はい、ということでございましてですね、この時事 .com 維新鈴木宗男氏来月の訪露検討参院は投稿許可というところのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。